ね、なんかさ、できることとできないことが真逆になったね。すごい時が経ちましたね、そう思うと。ね、なんか昔だったら絶対にあのまたこれやったことやってない、これ若干こう気まずい、あなたはできていいなみたいな感じで、そうそうそう、うん、なってたけど、今なんかもう時間の関係とか、うん、それなのにたこ焼きで揉めちゃったっていうね、はい、なんか例えばガラスをやってさ、やったやってないでさ喧嘩しました、この間ごめんね、あの頃は多分言えたよね。言えた。しかもちょうどこの間お手紙お手紙というかね、お部屋のお掃除をしてたら、うん、昔のいろんなメンバーとのやり取りがあって、うん、やっぱそこで喧嘩で、やっぱお手紙でね、この間なんか気まずい空気になっちゃってたけどごめんねみたいな書いてあったんだ。書いてあって、しかもそれがちょうどあの3週間の、うん、あのあ、スランプじゃなくて、うん、スランプなんだっけ、3週間のフランクブランクね3週間のうちにまずヤフーの知恵袋で、ね、見たよね、うん、大人喧嘩としない、大人喧嘩を、そ大人はやっぱ謝れないからそっと距離を置きましょうみたいな、うん、そうだよね、うん、そ, 見つけ、それ以外に別に喧嘩に関わらず、うん、まあ、仕事は一緒にはしてたけどさ、うん、どう何を考えて何をしてたの。なんか何にも考えてなかったかな。ただなんかお部屋の掃除をした時に、うん、昔のベリーズ工房のなんかお手紙のやり取りとか出てきたから、うん、あ、でしかもそのねお手紙の内容がちょうどね、あのこの間は気まずくなっちゃった、それ聞いたでしょだから、ね、うん、なんかそこで、はあ、昔は謝れてたんだなと思って、その手紙っていう手段があったけど、やっぱ大人になるのは良くもいいこともあるし悪いこともあるなと思った。ライブ中の MC どうしようっていうのが一番あった。あ、私もそれは思った、うん、その別に、うん、あの結構この3週間の間にいろいろベリーズ工房のそのじゃあ3月3日どんな曲しようかとかいう話し合いもあったのね。でしかもお互いその時は目合わすの裏でも、でなんかそれは全然普通なの、なんとかだよねとか、うん、いやそれはなんか違くないみたいな感じで、うん、仕事の話はちゃんとしたよね。でも実際、うん、ちゃんとなんかその時はね、なんか気まずさもなくてなんかすんなりいったっていうか、うん、別に何も気にしてなかったんだけど、一番はなんかその合間にあったライブとかあとなんだろう、ナルチカの MC 困ってたでしょ。あ、困ってたね。ナルチカの、でもなんとか乗り切れてるなと思ったよ、うん、ナルチカの MC はいつもちなみがなご当地ネタ、そこの土地のネタを話すときに、うん、なんかいつもね、もうこれどう思うとか相談してきてくれてて、うんうんうん、でも私はちょうどナルチカ柏の時にも多分喧嘩してたんだよ多分ね。そうそう、でめっちゃ細かい。そうね、でナルチカ柏の時にも喧嘩してて、うん、でそれが喧嘩して初めてのナルチカに近かったの。そうでしょ。そう、あ、その前にもちょっとあったけど、うん、そこは結構ネタがなんだかんだあって、そうそう、柏はナルチカなかったんだよね。そう、関東って基本的に難しいってなって、ご当地のネタ、美味しいものとか有名なものとか言うんだけど、そうで基本食べたりとかしてたんだけど、柏に関しては食べてなかったんだよ。食べてもないし行ってもないし、そう本当現場だけだったよね、うん、だったからどうしようみたいな感じだったんだけど、いつもは多分私に聞いてくるけど、この子のプライドがあってリサ子に相談し始めたの。そうで、りさ子に、ね、変なおじさんいないとか言ってよくわかんない会話を聞き出しているのを見て、あ、ちなみにやっぱまだその喧嘩してるっていう自覚があるんだなって思ってあ、まだ続いてるんだなっていうのをまたそこで再確認して、よし、もうちょいそっとしておこうと思ったの、うんうんうん、っていうのは覚えてる。だから MC 辛かったね。確かに MC が辛かった。なんか別にダンスとかもその前なんかその1個のライブでずっと笑ってる瞬間だったじゃん、その人って、うん、なんかふっとした瞬間とかもあるから、うんうん、しかもなんかすっごいアイコンタクト取ってたわけでもないじゃん、みんながみんな、うん、そんなこともない。そうだけどなんかその、うん、ダンスレッスンからある程度なんかこう目を合わせる場所は決まってくるから、そう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 、なんかそこはなんか一番なんだろう、あ、気まずいなと思ってた MC と。いや本当ロマンスは本当にロマンス。でもさ、この一瞬じゃん、アウトロのとあのさ、この前にもあるの分かる。もう一番でしょ、友達って、うん、キャプテンを見るんだけど、そうそうそう、今まではこうやって見てたんだけど、お互いキャプテンの斜め先を見てるっていう。お客さんからしたらお互い目をね合わせてより見えるんだよね、多分ね。でもなんか私はね言われたの、うん、ファンの方に。なんてなんか世の中バラ色っていう曲で、うん、なんかこうやってやって、はいはいはい、みんなでねこう何肩組むみたいな、うん、で今までのナルチカはその毎回ではなかったんだけど、うん、途中からモモがちょっかいを出すようになってきたの。そう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 、でそれも途中でしなくなったと
首を触んなくなったんだよね。そう、首を触んなくなったりとか、うん、あとはその MC でのなんか対決みたいな、いつも MC したらなんか、うん、こうそこで MC でもなんかね、なんかネタとしてなんかちょっと喧嘩っぽくなるんだけど、 それもなくて、なんかブログのコメントとかに今日はナルチカどこどこでしたみたいなの書くと、今日はあの世の中バラ色の時も MC も何もなかったですねみたいな、だからこれバレてんのかなと思って、バレてんのが一番なんか恥ずかしいじゃん。でも私はちなみとそうやって距離置いてる間に熊井町のお腹を触るっていうでしょ、遊びを発見しちゃったから、うん、そこは別にちなみじゃなくてもいいかなって思った、その瞬間。それもなんかそのちなみと遊ばなくなってから、なんかその熊井ちゃんとの名物見る場所がそこ名物になってったっていうのをなんとなくそのブログのコメントとかも見てなんか気づいてたから、あ、これはやばいなと思って。 MC が一番MC ね、どうしようみたいな。そんな今までなんか打ち合わせとかしないで本番迎えてたんだけど、で多分この子はその私はちなみは例えば色が黒いとか、まあ、別に平気だなとか、でもこれは言っちゃダメだろうとかね、うんうんうん、そういうのなんとなくその子なりのボーダーラインがあるわけよ、うん、個人的にも、うん、あるの？あるのあるんだけど、ないと思ってたたこ焼き残していてくれたっていう言葉がまさかのボーダーラインに触れたから、あ、もう分かんない、何を言ったら怒るのか分かんないと思って、もうあなたにそんなこと何も言えないと思って特に話題もこれといった話題触れなかったの。違う、何が顔に触るのか分かんないんだもんあの時はなんかちょうど公の場で初めてモモがベリーズ工房もやってて、うん、カントリーガールズとしても出演する公の場に出る、そうそう、出演する初めての日だったの。そうそうそう、でなんかその若干ちょっとこれはもうただの自分が悪いんだけど、うん、なんかそのベリーズ工房がてかみんな同じ楽屋だったの。そうそうそう、大部屋ってね、そうモーニング娘とかキュートとかスマイルも全員そこだったんだよね。そう、うん、それでベリーズ工房がちょっとこうやって付けの端に荷物置いてて、うん、まあ、みんなメイクとかも直してて、うんうん、であのカントリーガールズが先に打ち合わせをやりますよ、ね、そう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 、なって、ね、もちろんもうそこにいたわけ、うんうん、でその後そのもちろんカントリーガールズの子は MC とかも慣れてないから、ももが、ね、なんか全部一人一人にあの考えとくんだよみたいな、で後で決まったら教えてねみたいな、そう、里山についての体験談を用意してって言われたから、そうそう、じゃあみんなそれぞれ何言おうかっていうのを相談してたんだよね、うん、そう、そう、でそれを見てちょっとなんかちょっとイラってきちゃったの。わけわかんない、なんかそのなんかベリーズ工房なんだけどカントリーガールズだからちょっとなんか取られた気がしたの。あ、ももちを？そう、かわいいお前らまだだかんなと思って、それででプラスたこ焼きもあったから、それでイラってきてそっからなんか自分の中の時間なんだろう、自分の中の感覚が狂ったの。それが本当だったの。今笑い涙が出てきた。それが本当だったの。いや好きじゃないよ、好きじゃないんだけど、いやなんかそのめっちゃ仕込んだの耳が溶けた。なんかそうって思ったの。いやさ、なんかね寂しいっていうか、なんかベリーズ工房なのにもう一個のグループをやってるから不思議なね感覚だったの。いやなんかボーノはなんだろう。なんかねボーノはなんかなんとも思ってなかった。まだだよと思って そこでイライラちょっと自分の中でちょっとしてて、もベリーズのみんなもあなんかやってるねみたいな、ちょっとカントリーガールズだねみたいな話をしてたから、でプラス次にたこ焼きのことがあったからあーもうと思ってなんかちょっと距離を置いちゃったのっていう話だけ。ちょっと感動でしょ。ちょっと感動した。でもうちはねこのことをね絶対言わないでおこうと思ったの。ちょっとなんか恥ずかしいから